こんにちは、みじゅです。今回の動画では、新型アルファードグレード Z 2.5 リッターガソリンエンジンモデルの車両紹介を行います。こちらのモデルは 4WD で、価格は559万8000円と600万円を切った状態で購入することができる、かなりお買い得なグレードになります。それでは、外観を見ていきたいと思います。こちらのボディカラーはプレシャスレオブロンドというカラーになります。すごくラグジュアリー感があって、高級志向のデザインとマッチしてるんじゃないかなと思います。新型アルファードベルファイアを開発する上でモチーフとしたのが闘牛だそうです。サイドボディの面を見てみると、結構後ろからぐわっと前に躍動感というか、止まっている状態でも今にも動き出しそうな、そんな力強さを感じるデザインになっています。フロントグリル、ヘッドライト周りは、より洗練されたデザインにブラッシュアップされたような感じがします。なんだか上品さもプラスされたように感じます。新型アルファードでは剛性も強化されていて、例えばフロントサスペンションタワーバーというものが搭載されています。こちらによって操縦安定性を向上させたり、ダッシュボードの下あたりにはこのようなクッション材が入っていて、役割としてはエンジンの振動やエンジンの音、雑音をシャットアウトするために入れられているそうです。こういった工夫によってより快適な室内空間になってるんですね。続いてはフロントフェイスを横から見てみたいと思います。わかるかな？ノーズが結構前に出てるんですよね。これによって車両サイズは変わっていないんですけれども、より先代よりも大きくなったような感じがします。外観デザインも躍動感が溢れていて、なんだかちょっとサイズが大きくなったように錯覚してたんですけど、実は新型も先代と同じく一般的な機械式駐車場に入るサイズ感を保っています。こういったミニバンって結構箱っぽいというか、結構面がパンパンっていう感じで平らになってしまいがちなイメージがあるんですけれども、新型アルファードはこんな感じでライン使いもすごく美しくて、プレスラインとかもすごく綺麗に出てるのが特徴かなと思います。続いてはリアフォルムを見ていきたいと思います。サイドボディの延長線上にテールライトがつながっているように見える、そんな流れを感じるデザインがすごく美しいなと思います。テールランプ、エンブレム、ナンバープレート周り、こちらが一体感のある塊感があって、より躍動感を強調してくれているように感じます。続いては運転席周りを見ていきたいと思います。内装色はブラック、そして所々にブロンズの差し色が入っていて、より高級感を感じることができます。シートメモリーは3つ設定があります。ステッチ周りもブロンズがあしらわれていて、落ち着いた雰囲気を感じます。エグゼクティブラウンジと比べると、ところどころプラスチックの部分が目立つなという印象もあるんですけれども、コックピット自体は座り心地がとても良くて、程よい包まれ感を感じることができます。ドライバーにとっては運転に集中できるような環境が揃ってるんじゃないかなと思います。ステーリングは、こちら上部の部分が木目調になっているんです。こちらもおしゃれですよね。この下部の部分にもね、木目調があしらわれています。ちょっと光の反射で見にくいかもしれないんですけど、こんな感じの木目調になっています。そしてドアパネルをね、囲うようにブロンズがあしらわれています。こちらもかっこいいですね。シートメモリーは3メモリ登録できるようになっています。運転席右側にはエアコン送風口と、こちらプッシュするとこんな感じでドリンクホルダーが出てきます。こちらはエグゼクティブラウンジの方はもう少しね、褐色がされたものになっていたので、グレードによってここはね、コストカットされてるのかなという印象です。続いてメーターを見ていきたいと思います。すべてデジタル表記になっています。こちらのメーター上でこの時間と外気温もね、同時に見れるのいいなと思います。そして給油口はこちら運転席右手で開けるようになっています。給油口の位置は助手席側の後方についています。ディスプレイを見ていきたいと思います。ディスプレイはすっごく大きい、横長に大きいディスプレイになっています。でエアコンの操作系は全てタッチパネルで行えて、温度調整などはこういったダイヤルで
操作することができます。ハザードランプは押しやすい真ん中についています。エアコン送風口左右に2つついています。シフトレバーはかなりごつめですね。なんだっけこれ、ランクルとかでもこんな感じだった気がするけど気のせいかな。でこの辺にブロンズがあしらわれているのがかっこいいですね。そして下部にはオートブレーキホールド、パーキングブレーキなどがついています。シフトレバーの奥にはこんな感じでワイヤレス充電と USB Type-C の充電口が2口ついています。そしてシフトレバーの左手にはこちら押して開けるとこんな感じでドリンクホルダーが2口ついてきます。ちょっと真ん中に細長い収納があってこんな感じでキーを入れることも可能です。センターコンソールは左右ともに開くような仕様になっていて、開けてみるとこんな感じで深さのある収納が出てきます。そして充電としてはシガーソケットの充電口とタイプ C で HDMI がついています。全体としてブラックで統一された内装になっています。これはこれでねまとまった感じがしてすごくかっこいいんじゃないかなと思います。そしてルーフもブラックで統一されてるので車全体、車の中がねかなり重厚感のある室内空間になっています。この素材もなんかアルカンターラというかベロアというかなんかすごい柔らかい生地で高級感があって、こういった細かいところにも工夫がされてるんだなという印象があります。そしてここにもブロンズのオーナメントというか褐色があって、でライトがこんな感じで点灯します。でサングラスホルダーが一口ついていて、後部座席のドア、スライドドアがこちらでワンタッチで開け閉めできます。そしてトランクルームもこちらで開け閉めすることができます。ルーフシェードも運転席から操作することができて、運転席から後方を見るとめちゃめちゃ長い、さすが長いですね後ろ。で3列目の窓もすごく広く開いているので、左後方をね確認するときにも見やすいんじゃないかなと思います。続いて後部座席を見ていきたいと思います。後部座席にはユニバーサルステップという伸縮性のある、こんな感じでドアを開いたときに出てくるステップがオプションとして装着できます。後部座席はエグゼクティブラウンジじゃなくとも十分なくらいの質感の高さ、そしてスペースの広さを誇っています。フロアマットはオプションで、とっても毛足が長くてふかふかで乗り心地も素晴らしいです。2列目シートの足元にはこんな感じで USB の Type-C の充電口がそれぞれついています。センターピラーはグリップ長が 620mm もあって、乗り降りをねしっかりとサポートしてくれると思います。座席の中央側にはこんな感じでドリンクホルダーが一口ついています。後部座席からの景色はこんな感じです。助手席のシートには背もたれ、そして座席の位置をスイッチ一つで調整できるようになっています。センターコンソールの後ろにはエアコン送風口と AC ソケット、そして下部には収納がついています。ちなみにエグゼクティブラウンジだとこちら内側に布地がね貼られていました。そして前席の下部にも収納がついています。新型アルファードで一番驚いたのはやっぱり上から出てくるサンシェードです。これすごくないですか？電動な上に、しかもドアの上の部分、かなりスペースが小さいところにシェードをしまうことができるんです。天井部分にあるスイッチでドアの開閉やサンシェードの開け閉め、ルーフの開け閉めなどもできるので、わざわざ反対側のドアノブに手をかけなくとも操作できるのが楽ちんだなと思います。そしてこちらのカラーボタンを押していただくとイルミネーションのカラーを自由に変えることができます。こんなに簡単に変更ができるので、その日の気分に合わせて変更してみてもいいのではないでしょうか。そしてルーフもこんな感じで片方ずつ左右ともに開け閉めすることができます。操作もワンタッチでとても簡単です。
今回アルファードの断面を見ることができたんですけれども、気になったのがこちら、フロアマットの下にクッション材が入れられています。これによって2列目シートに入ってくる音や振動などを軽減してくれるそうです。続いてはおまけ動画として、新型アルファードエグゼクティブラウンジをサクサクっと見ていきたいと思います。外観デザインは普通の先ほどの Z とそこまで変わりはないんですけれども、内装の豪華さが全然違うんですよね。さっきのでも十分豪華だったんですけれども、エグゼクティブラウンジだともうそれの上を行く形になります。こちらの左下部のエンブレムもかっこいいですよね。テールゲートはスマートキーでも開閉することができます。長押しします。3列目シートは結構窓ガラスギリギリに設置されているのに驚きました。そして3列目跳ね上げた様子がこちらになります。なんとトランクルームから座席の位置をね変えたりすることができます。そしてフロアマット、とっても毛足が長くてふかふかです。こちら肌触りがいいとともに、なんか乗った瞬間にね高級なホテルのラウンジを歩いてるような感じがしました。トランクルーム下部の収納もこれだけ豊富な容量になっています。3列目シート下部にも AC ソケットがついています。大本命のエグゼクティブラウンジの2列目シートを見ていきたいと思います。もう開けてびっくりですよね。オットマンも出てるし、なんか室内全体がホワイトで統一されていて本当に美しいです。座席の調整もすべて電動で行うことができます。2列目シートのオットマン、伸縮性があるのが画期的です。そして後部座席にはそれぞれこんな感じでスマートフォンのようなものがついています。こちらで例えばオーディオだったりエアコン、室内のライト関係などを調整することができます。しかもこのスマホみたいなこの操作パネル、取り外しができるんです。そしてこちらプッシュするとフックが出てきます。このフックの出方もなんだか優雅ですよね。そして先ほども紹介したこちらサイドガラスのサンシェード、上から降りてきます。最上級モデルということで JBL のスピーカー搭載されています。先ほどのグレード Z にはなかった内側にね布地が貼られています。左右ともに座席のドア側にはドリンクホルダーがついています。ということでこちらの動画では新型アルファードグレード Z、 そしておまけ動画として新型アルファードエグゼクティブラウンジの車両紹介を行いました。今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。こんにちは、みじょです。こちらの動画では新型アルファードグレード Z 2.5 リッターのガソリンエンジンモデルをご紹介したいと思います。